アリー・ウォーシェルはイスラエル・アメリカの生科学者、生物物理学者。彼は南カリフォルニア大学で科学と生科学の抜群教授を務めている。彼は2013年にノーベル科学賞を複雑な科学系のためのマルチスケールモデルの開発という理由でマイケル・レビット、マーティン・カープラスと共同受賞した。ウォーシェルは1940年に イギリス移民党治療パレスチナのストネーハムという器物で生まれ、イスラエル軍で働いた。大イ,イで退役し、ハイファのイスラエル工科大学に入って1966年に科学の学士号を得た。続いて、イスラエルのワイツマン科学研究所のシュナー・リフさんに、指示し、科学物理学の修士号と博士号を、それぞれ1967年と1969年に得た。 その後は1972年までハーバード大学でポスドクとして働き、同年から1976年まではワイツマン科学研究所に戻り、ケンブリッジの MRC 分子生物学研究所の研究を手伝った。1976年に南カリフォルニア大学の科学部に移った。2013年にノーベル科学賞を受賞した。彼は軍人として、 第3次中東戦争と第4次中東戦争を戦い、イスラエル国防軍の隊員まで進んだ。ウォーシェルはコンピュータを使った、生化学と、生物物理学の研究、特に生物システムの機能に関する、コンピュータシミュレーションの先駆者として知られており、現在では、コンピュータ構想学と呼ばれる分野を開拓した。彼が所属する、主な組織には次のようなものがある。ウォーシェルの、 主な業績には、などがある。これらの研究により、ウォーシェルは2013年にノーベル科学賞を受賞した。ありがとうございます。